当然ノーマークにはできませんよね。次は厳しいところにしっかりコントロールします。打ちました。高く上がった。センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。まず何を投げてくるか。初球手を出していきましたがバットには当たりません。アウトコース、ストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。低め外れています。まあ次は釣り玉でもいいです。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ツーアウトになっています。最後は低め、これには手が出ませんでした。いいボールでしたね。いや非常にいい組み立てでしたね。まあまだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。うん、そうですよね。さあレフト線、これは大きい。フェアグラウンド深いところに落ちた。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。イーグルス2点返しました。4対3、マリーンズさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。バッター狙ってましたよ今のは。ここで1点差まで詰め寄られました。ここは組み立て直していきたいですね。さあこの場面でバッターボックスには6番の銀次が入っています。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。イーグルス同点、4対4、マリーンズなおもピンチが続きます。警戒はしていた相手なんですが、この場面で同点打を浴びてしまいました。ここで踏ん張れたらいいんですけど、終盤でついに追いつかれてしまいました。さあそしてバッターボックスにはブラッシュが入ります。さあなおもピンチが続きます。こういった終盤での粘りが大切になってくる。ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。バッターボックス島、マリーンズこの回3点を失っています。さあ同点に追いつかれ、ストレート打った、高いバウンドになった、ショートが抑えた、そのまま入って二塁アウト。これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回イーグルス貴重な得点が入りました。4対4、イーグルス同点に追いつきました。8回の裏に入りました。マリーンズの攻撃、バッターボックスは6番角中。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。マリーンズ同点で迎える8回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。高め外れてボール、ボール先行です。ここは狙いを定めて思い切り振っていくカウントですね。なるほど、そうですか。まあここは一球見るでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。低め見送りました。ストライクです。
フルカウントになっています。次が6球目、引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには7番中村、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ブセニッツ、まずは先頭バッターを打ち取っています。見ましたがこれはストライク、146キロ。ファウルになります。三振です。ツーアウトになりました。打席には1番バッター藤岡、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ライト弾く、ボールを拾って藤岡、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには代打の岡、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか、次が2球目、走ってきた、キャッチャーは二塁へ、ナイスセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。見事に盗塁を決めた場面です。これで一打勝ち越しのチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。そうですね。高めの釣り球、手を出してしまいました。さあ、ツーストライク、追い込みました。さあ、5球目は何か。この打球はファウルです。ちょっと振り遅れてましたね。なんとか当てた感じでしたね。インコースの変化球見ています。フルカウントになります。さあ、これで決まるのか。空振り三振、前にボールを飛ばせません。攻め切ることができませんでした。勝ち越しのチャンスだったんですが、得点には結びつきませんでした。勝ち越しのチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって4対4同点です。これから9回、マリーンズに選手の交代がありました。これから9回、イーグルスは代打を送ります。バッターボックスには代打の藤田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、改めて集中していきたい場面です。初球ボール、切れていきます、ファウル、ボールになります。これが4球目、
落ちるボール空振りになります。2ボール2ストライクです。次が5球目、引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには2番辰巳、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。初球空振りです。2球目は何で来るか、ファウルになります。変化球空振り、3アウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。4対4、同点です。9回の裏マリーンズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。ハーマンがマウンドに上がります。この同点の場面で登板ということになりました。さあ赤星さん、1点入ればサヨナラです。そうですよね。まあなんとしてもここで決めたいですよね。ヒーローが出ることに期待しましょう。はい、さあその一打が出るか。これが2球目、ボールになります。改めてお聞きします、この荻野どういったタイプ。外の球打った、高いバウンド、一塁アウト。バッターボックスには指名打者の鈴木、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。さあ2球目は何か、速いボール膝元決まってストライク、151キロ。外の球打った、わずかに右に切りました、ファールボール。センターへ、この打球はフライになっています。センターフライ掴んでアウト。バッターは3番日岡、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。ファウルです。低めはこれは入っていました。あっという間にツーストライクです。改めてお聞きしますが、バッターボックスの清田、どういうバッター、外のボール打っていった、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。スタンドに入ります。さあ4球目は何か、ボールになります。見逃して三振です。3アウトチェンジ。この回マリーンズ三者凡退です。9回終わって4対4、同点です。打順は3番浅村、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。打ちました、この打球は落ちそうだ。
ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあまず1球目、外のボール打っていった、高い打球、ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。ファーストフライ抑えてアウト、ワンアウトランナー1塁となりました。5番バッターウィーラー、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ストレート打った、抜けていった、センター前ヒット、これで3安打猛打賞。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。さあマリーンズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。ここでの勝ち越し点は勝敗を大きく左右しますから、何としても抑えないといけませんよね。そうですよね。さあその